日本関東地方神奈川県横浜市金沢区、富岡西富岡西は神奈川県横浜市金沢区の町名。現行行政地名は富岡西1丁目から富岡西7丁目。住居表示実施済区域。北東から東にかけては京急本線を挟んで富岡島、南東は農県大通り、南から南西にかけては農見大、北西は 急ごく杉田に接する。町内の大半が一戸建て主体の住宅街となっている。一丁目に横浜市立小田小学校、小田中学校、五丁目に西富岡小学校、富岡中学校、七丁目に富岡小学校がある。一丁目の鳥三塚高祖店近くには椿が丘間郵便局がある。交通は七丁目にある。 京急本線の京急富岡駅の利用が中心となり、京急富岡駅から3.4、7丁目方面、農美大駅から6丁目方面に路線バスが運行されている。面積は以下の通りである。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、富岡西7の11の6の地点で19万8千円、平方メートルとなっている。かつては、 倉木郡金沢町の一部であったが、1936年に横浜市磯国に編入、磯国富岡町の一部となる。富岡町の中心街は横須賀街道沿い、現在の富岡東にあたる地域であった。大正から昭和初期にかけては温室による柿栽培が盛んで、特に富岡のカーネーションは全国的に有名であったが、 第二次世界大戦を控えた1941年には不要不急であるとして柿栽培が禁止された。1948年には金沢区が磯国から分区。戦後は大規模な宅地開発が行われ、1956年には京浜急行電鉄による第一期分譲住宅の入居が始まる。1983年7月18日に、 富岡町から富岡東の分離に続き、1984年11月5日に富岡町から富岡西が分離。住居表示が施行され、富岡西1丁目の7丁目が新設された。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。